はい、皆さんお久しぶりです。いろんな歴史まとめたいです。今回、久しぶりに、動画を撮っています。大体3ヶ月ぶりぐらいですね。なんでこんな空いてたのかというと、実は3ヶ月前に、収益化が、止まってました。理由がこれですね。コンテンツの繰り返しということで、動画が大量に作成されているか自動生成されているようですと。おそらく収益化停止前に大河ドラマの、動画をたくさん作成して、形が、ほぼ一緒のばかりだったので、それが引っかかったのかなと思ってます。で、こうなった場合どうなるかっていうと、一度弁明の余地が与えられます。この最新作請求動画っていうのを作ったんですが、これを YouTube に出して、これは自動生成された動画ではないですよだとか、ちゃんと、編集して作成しますよだとか、そういうのを作りました。ですがこれではダメで、結局3ヶ月間収益止まったままで、また本日からですね、収益化の申請ができるようになったので、また動画投稿をしていきたいと思います。で、このまま、収益化の申請してもまた同じ内容でおそらくダメだと思いますので、今まで、作った動画を、ちょっと編集して何か動きのある動画に変えたりだとか、同じような動画ばっかりだったので、ちょっと違う内容の動画も作っていこうかなと考えています。どんな内容かというと、私の方が観光だとか駅舎が好きで、いろいろ見て回ってるので、その紹介するような動画を、投稿していこうと考えています。今チャンネル登録していただいている方には、需要があまりないかもしれませんが、ご興味あるものがあれば、見ていただけると嬉しいです。こちら今の、チャンネル登録者数なんですが、3ヶ月前にですね、収益化が停止して、動画投稿はしてなかったんですけど、ありがたいことに3ヶ月前が7268人で、今が、7555人で、300人くらい、増加しています。はい、簡単ではありますが、現状報告でした。ではですね、今後、動画投稿、していきますので、どうぞよろしくお願いします。